どっちを選ぶよ、ミユ。ミユ、3泊4日、短いけどすごい濃い旅ができました。最初、ミユと話してみて、もっと話したくなったり、またもっと大好きになったりしました。一緒にバスケをするっていう約束は今回の旅では叶わなかったけど、成立したら一緒にバスケしたり、たくさん遊びに行ったり、一緒にたくさんいい思い出作って、僕が絶対に幸せにします。これから僕と付き合ってください。よろしくお願いします。初めてミユが入ってきた時からビビッと来て、そっからずっとミユのことを考えてました。俺はこの3泊4日の中で、その一番2日目の夜のミユとツーショットした時が一番心に残ってます。これからたくさん楽しい思い出を作っていきたいなって思います。大好きです。付き合ってください。一回顔上げてください。まず2人ともこんな私のところに思いを伝えてくれてありがとうございます。じゃあ2人に一言ずつ言いたいから、まずイクト君。前から知ってて、すごいなんか初めて会った時からすごい安心感があって、とても楽しかったです。ありがとう。3泊4日。マスト君は1日目の夜からやっと話せるようになって、共通のものとかいっぱいあって、正直今回の旅で新しい恋できるかなって心配だったけど、楽しく2人のおかげで恋を見つけることができました。私でよかったらマサト君お願いします。あ、よかった。お願いします。あ、でもイクト君もすごい話しやすかったから、これからも仲良くしたいです。ありがとう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 。お願いします。お願いします。マジか。めちゃめちゃハグしたいけど汗がやばい。全然大丈夫。うん。よかった。本当は告白の時に、その言おうと思ってたことがあったけど、すごい緊張すぎて飛んじゃったから、今言わせてください、これからはずっと僕の横で笑っててください。お願いします。お願いします。やばい。これからどこか行きたいとかある？俺人生で一回も制服ディズニー行ったことない。見もない。もうマジで夢だよね。夢。行ってみたい。行けたらいいね。行きたいね。約束して破っちゃったけどバスケできなかったから。あ、したいね。バスケしよう。運動音痴ができた。これも思った2人とも恥ずかしがり屋だ。恥ずかしい。恥ずかしい。行こう。恥ずかしい。よいしょ。嬉しいね。誘おうと思ったら誘ってくれたから。いや、マジで誘いたかった。本当に可愛い。うわー、焦ってる。焦ってる。